50ワナーは日本の競走馬。主な勝ち鞍に2006年のアンタレスステークス。馬名は管理していた安田隆行の命名によるもので、イチローの背番号51にちなんで、日本でも海外でも活躍できるようにの意味2005年7月23日、函館競馬場での3歳未勝利戦でデビューし、3着。2戦目で初勝利を挙げると、秋に500万下、1000万下の両条件戦をそれぞれ、勝って、準、オープンクラスに上がり、12月阪神競馬場でのマヤステークスを勝って4連勝とし、オープンクラスに上がる。休養を挟んだ後、2006年初戦となるアンタレスステークスで、菱アトラスに2馬身2分の1差つけて逃げ切り、重賞初制覇を遂げた。この勝利は父房一ペガサスにとっても、3区の中央競馬重賞初勝利となった。その後1年以上長期休養に入り、復帰戦となった2008年の白富士ステークスこそ14着に終わったが、続く仁川ステークスで約2年ぶりの勝利を挙げた。その後はマーチステークスと東海ステークスで共に3着、ダートグレード競争のマーキュリーカップで2着に入ったが、11月のトパーズステークス6着後に右前浅く腱炎を発症し、12月25日付で登録を抹消された。競走馬引退後は、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで乗馬となって競技馬として活動の後、熊本県立阿蘇中央高等学校に移動した。後に調教師となった安田翔吾が、父である安田隆行の厩舎で調教助手となった翌年に出会った馬であり、素質はあったが、ゲートの中ではうるさい資質も持っており、そのことと自身の経験が浅かったために G1 競争とはついに無縁であったと振り返っている。後にロードカナロアを担当した際にはロードカナロアを出世させられなかったら素質が開花せず同じ結末になるとも思っていたという。以下の内容はジャビスサーチ netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。